お待たせしました、プロデューサー。私をプロデュースするって本気ですか？こんにちは、ナムコプロの秋月律子です。関係者が先に来てるはずなんですけど。あなたが？そうなんだ。へえ。ごめんなさい。なんだかイメージと違ったからついね。それじゃあ改めて、秋月律子です。あなたがボスだから私のことは律子って呼んでください。荷物を片付けて一休みします。で、落ち着いたらちょっとミーティングしましょう。それでいいですか？ごめんなさい。でも一応私なりにいろいろ考えてたんです。ですけど、まずこれを見てください。この合宿の計画書です。うちのアイドル全員の強化計画。厳しい資金繰りの中でどうにか費用を捻出して合宿を実現させたんですから、一問たりとも無駄にはできません。絶対に我がナムコプロの底力をアップしましょうね。任せてください。こう見えて、いえ、多分見た目通りだと思うけど、私計画を練るのは得意なんです。ただ心配なのは秩序の維持ね。計画遂行のためにも締めるところは締めていかないと。そんなケアレスミスしませんから。ページ番号も振ったし、目次もついてるでしょ。うわー、そこはほら、本人ですから、計画も本人の頭の中ってことで。ナムコプロ全体の底上げのため、私がみんなの面倒を見る。うん、これでいきましょう。だとしても一人じゃ大変でしょ。それに私が言うのもなんだけど、うちのアイドルは一筋縄じゃいきませんよ。意外に頑固ですね。じゃあこうしましょうか。私はみんなの面倒を見るから、私の面倒はプロデューサーが見る。うん、我ながら明暗。これなら全然問題ないわ。決まりですね。それはプロデューサー殿が考えるってことで。お手並み拝見です。それじゃお互いに頑張りましょうね。今後ともよろしくお願いします。